急進製薬株式会社は、東京都杉並区和田に本社を置く日本の製薬会社である。小薬だけで作られた、強心剤、急診を中心に、小薬、漢方薬を中心にした OTG 医薬品を数多く手掛けている。急診は、急診製薬の前身である、堀広義薬房が、心臓の働きにスムーズに作用されるように八つの、木薬を用いて作った。 堀博義役坊の創業者は、堀正義。求心の名は、消費者に印象に残るような名前を、ということで堀井が付けた。求心には、原点となった製品がある。創業者の堀の名字を取って、堀六進丸。現在も発売されているが、求心を主力にしているため、同製品は、サブ的な扱いになっている。2015年6月に、 六条と人口を新たに加えて、配合省薬を9種類に増やし、合法を増量するリニューアルを行った。他に2021年8月現在、オンエアされるテレビ CM は、基本的に、各、番組とも、急診、急診錠在各15秒ずつであるが、稀に、急診カプセル F の CM も流れることがある。テレビ朝日系列では、 1970年代と1980年代に朝日放送制作番組が放送されていた火曜21時枠、木曜20時枠、金曜22時枠に提供。その後、度重なる放送時間の変更を経て、2017年現在は報道ステーションに提供枠を移している。一時期、タイムショック21のスポンサーになっていたこともある。 提供クレジットには長らく社名である、旧診製薬を用いていたが、2002年4月以降は、看板商品となっている、旧診を用いている。現在でも、旧診の CM の最後に流れている、旧診、旧診の女性コーラスによるサウンドロゴは、山本直澄作曲。変度町長のバージョンがよく知られているが、テレビ CM、そんな時には変では、 二丁上で若干声が高いバージョンとなっている。ありがとうございます。